はい、日本百名城広島城、浦御門の方がね少し見えてますけど、あの橋がかかってるとこですね、そこからちょっと太鼓門の周辺を映したいと思います。まあ、今日ね快晴ということで、こちらの広島城にもですね、綺麗な光景が見えますね。ちょっとここからはあの天守が隠れてしまうんですけども、今見てるのは本丸の方ですね。であそこに御門があって、まあ、壮大な、福島市が入った頃は50万石、その前は毛利市120万石の居城ということでですね、まあ、あの修正整備修復などはされていて、まあ、後世までこのように残っていると。まあ、水堀周辺もですね結構あの、まあ、直してはいるんですけども、まあ、それでもですねあの美しいこう城下町と、やはり、大藩大大名ですよね、のお城としてふさわしい城郭の遺構になっています。そしてこの建物群が全然残ってなくてですね、まあ、天守もあの後から直したものですので、現存ではないんですけども、まあ、少しこうなんですかね、現代離れしているというか板張りというか、ちょっと古風な感じの、いいお城ですので、それも合わせてご覧いただきたいと思いますね。今あのこう人が、はい、歩いているところがあの天守の方への入り口になりますね。で太鼓櫓もね、まあ、ぜひ見ていただきたいと思いますよね。あの天守だけピストンする方がほとんどですので、まあ、観光客はともかくね、お城ファンの方でしたらぜひというところですよね。太鼓櫓もね復元してから何度も来てますけども、まあ、非常にあの美しい、形でですね、こう夜景も結構綺麗ですよね。今日はね、これ、下ビラ撮影してますんで、少しブレが抑えられてるとは思うんですけど、こっちから見ると、ちょっと見えないですね。裏門の方へこう抜ける感じで、こちらの太鼓の表の方からですね、回って、天守の方を見てもいいですし、また逆コースでもいいですし、まあ、ぐるっと回りたい方はですね、お城の堀が、かなり広いですけど、そこも合わせてですね見ていただくといいと思いますね。これでずっと一周ですね。非常にあの今日撮影日和ということでですね、まあ、太鼓門が綺麗ですね。はい、裏門跡から太鼓門が